今回ご紹介しますのはジェネラルウォレットです。まあ、かなり見た感じだけでもちょっと特殊なお財布だと思うんですけど、これチョーキングですね。チョーキングで、まあ、開けていただくと。で、これ鹿紐になってまして、まあこう、中はこうなってます。で、ここに、お札ですね。ここにお札。で、ここは、特に決めてないというか、まあまあ、ここお札じゃなくてもいいんですけど、まあ自由なんですが、まあ仮に僕が使ってる方法というか、まあ使い方としては、まあここにお札。で、ここに、まあ適当なポイントカードとか。で、ここが、浅いんですけど、で、ここが、コインケースになってます。で、ここの二つが、カード入れですね。で、まあ、あと、ここにスペースがあるんですけど、ここは、レシートとか、入れる感じで、使ってます。まあ、結構自由に使える、ウォレットっていうことにしてまして、まあ、通帳なんかも、ここに入れようと思えば、全然入ります。で、まあ、ここが馬側になってるんですね。で、あとここは、これはこの色は、ブッテロですね。ブテロのチョコ。まあ、この質感の違いを楽しんでいただければという。まあ、ちなみにこのワインの方ですね。まあ、ここは、こっちと同じく、馬なんですけど、ここは、クロムエクセル。まあ、ブーツとかで使ってるけど、まあ、結構知ってる人は知っている、有名な革ですけど。で、中は、こちらは、チョコですね。で、まあ、僕が、まあ、職業柄というか、常にいろんな財布を、こう、使ってるんですが、まあ、今使ってるのが、このジェネラルウォレットで、まあ、これは結構もう2年ぐらい使ってます。で、大きさとしては結構コンパクトなんです。こちらはまあ通常のラウンドファスナーウォレットで、まあ、大きさ比べると、まあミドルウォレットまではいかないですけど、まあ、結構ちっちゃめのウォレットなんですけど、で、ちなみにこっちよりも、こっちの方が、容量があります。だからこれ、結構今、まあ、パンパンで使ってるんですけど、これをこっち側に移すと、まあ、入らないんですね。容量が足りなくて。で、まあ、なんで容量が多いかっていうと、まあ、カードが結構ここにいっぱい入るんですね。こう、まあ、あんまり入れすぎると使いづらいんで、あれなんですけど、まあ、使うときこうやって出して使うんですけど、まあ、仕切りが一枚一枚ついてると、やっぱりその分、こう、容量がかさんじゃうので、まあ、どさって入れるタイプだと、まあ、容量が稼げると。で、まあ、ここ、先ほど説明したように、
お札で、ここはなんか病院の、診察券だったりとかポイントカードとかで、ここコインですね。まあ、ちなみにコインこれ特にファスナーとかついてないんですけど、まあこう閉めれば絶対漏れないので、であとこの辺レシートちょっと汚いんですけど入れてます。で結構膨らんでも、まあこの横にここにステッチがないので、こう結構こう膨らむというか、であとマチがこの中心についてるんですよ。こうだからこれが結構こう膨らんでくれるっていう構造になってます。であとはまあチョーキングなんで、多少こうここが上下しても、まあ自由にこう閉じれるという感じですね。でまあこれ結構さい物をいっぱい入れた方がなんかコロンとしてこういい感じになるっていう、まあそんな感じですね。まあ、結構特殊な財布で、僕も気に入ってるんですけど、まあ実際その特殊な財布ってそんなに売れないので、まあジェネラルウォレットももうちょっと売れてもいいんじゃないかななんて思ってます。それでは以上です。